ナータソです。親指のモノマネします。誰だって可愛く変わりたいんだ。うち未だになこう可愛くなろうっていう気持ちをこう諦めとらんから、しぶとすぎじゃろ、諦めえよんじゃ。だからな、うち可愛い子とかのな YouTube の動画をよ見るんじゃが、これな可愛い子揃えも揃ってみんななこう毎日メイクを出しとんよ。でもな、可愛い子のメイク動画ってな、結局元が可愛いのが大前提じゃが。だから今日はな、この真のドブスがな、美女のメイクを丸パクリしたら可愛くなるのかを検証してみようと思って。わ、これ自虐企画のフラグビンビンじゃな。いやいや、マーカスいいよ。ほんで今回のなターゲットはな、ででん、カスちゃん。多分この動画が終わった頃にはうちこうなっとる予定なんよ。いや、うちこのカスちゃんが可愛すぎてな、どうにかしてそのカスちゃんになりてえけ、似たり寄ったりのこれカツラまで買うてきたんだけど。が閉まってるよ。やっぱさ、こう可愛い子もなウィッグとか被るわけだが、そうしたらさ必然的にこのネットを被らんといけんわけよ。ほんならさ、ちゃんとこう可愛い子もこの顔になるわけ。大丈夫、ブスだけの話。うわ、ブスじゃな、きっしょ。やっぱこう髪の毛大事だから、ほらもうこの髪の毛だけでちょっと若干カスちゃんっぽいもんな。好きで好きでたまんなくて、そう、ついた玉ねぎネットだいぶ不安よ今。あ、めちゃめちゃいい感じじゃがこのウィッグ。なに？なに？もうこれ何が正解なわけ？ちょっと最近の流行りが分からんなんだけど、前髪はこういうやつな。まだな、ちょっとこのウィッグをつけた状態だけだったらカスの彼女もないような。現状これもカスちゃんに失礼よな。まあまあまあ、まだ化粧しとらんから、やっぱ化粧大事。おでこが狭い人あるあるなんだけどな、こう通常のな位置でウィッグをかぶったらな、もう前がもう見えりゃへんのじゃって。かといってな、こう後ろにウィッグをこうずらすが、ほしたらさ、おでこのところからこうネットが出てきてる。え、こんなにブスになることあるの？びっくりした、自分の顔見て。顔で人殺せる。おるおる、ちょっと複雑やな、若干気に入り始めとる自分がおるもんな。カスちゃんの使っとる化粧品全部揃えることはできんかったんだけど、まあ似たり寄ったりで、まあ化粧品はどれも一緒やろ。なんとなくな、こう手順とやり方をな全部丸パクリでやっていくわ。どうもカスです。うーん、うーん。まずもうポン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 で乗せていくだけなんですよ。いや、スポンジの色一緒よ。この口の先と目の先と延長線上に来るようにするといいらしいので、ここで、私は目がちょっと離れ目なのがコンプレックスなので、うちもそういう人は眉毛の眉頭をもうちょっと足していくとあんまり離れ目が目立たないらしいので。ちょっとみんな、ちょっと書き出すわ本気で。かっちゃんもうちと同じ悩みを抱えとんじゃな。で最後に毛並み、ああ、次涙袋。涙袋じゃって。ちゃんちゃんってと。ちゃんちゃん。でうちの場合さ、涙袋の影がここなのかここなのか問題よな。え、なんで涙袋が2個もあるん？いいじゃん。あげちゃん。ちゃん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 。ちゃんちゃん。ちゃちゃんがちゃん。ちゃちゃんちゃちゃんちゃん。映画。ピンク系の粉なら何でもいいと思います。ちゃんちゃんってと。ピンクを乗せていくと、こんな顔。白い粉をアイホール全体にシュッシュ、白の下にあるちょっと暗い茶色を二重幅に塗っていきます。待って、二重幅がない場合は、あの二重幅がない場合はどうすればいいのでしょうか。なるべく優しく見られるようにメイクでちょっと丸め、たるめ、丸み、たるめ、たるめ、もうダメ。丸め、たれめ、たらめ、丸め、てりみ、たれめ、もうダメ。すっごい唇乾燥しちゃう人なんですけど。わかる、うちもさ、こう人より唇の面積広いからめちゃめちゃ乾燥するよな。次リップ、オペラのリップティントですね。やっぱこれ人気ですね。これはコーラルピンク。あ、うちこれ持っとる。やっと今
一緒の化粧品が来た。今日レッドの方を使っていきます。え、なんでそっち使うん？私は基本目尻にしか引いてないです。目尻にアイライナーな。丸顔の人はこういう斜めに入れていくといいらしいです。うちさ、頬骨出すぎてさ、もう丸顔とかの概念ないよな。覆しとるよな、完全に。まあ一応入れていくか。スノービューティーホワイトニングフェイスパウダー。なんでこれ普通のやつでええか。最後の仕上げに粉をこう上から。待って、仕上げ言うた？あのうちの中ではまだ2割ぐらいしかできてないけど大丈夫？今仕上げ言う言葉が聞こえたけど間違いはない？仕上げ言う言葉が未だにちょっとうちの中でものすごい引っかかったんだけど、怖いわ。幸先不安。最後ですね。今最後言うた？なんかさ、下まつげにマスカラ塗ったらや、塗った30分後ぐらいもう全部目の下にまぶりついて。ということで私の毎日メイクでした。え、終わった？あ、終わった。大丈夫？まだ2割よ、うちの中で。まあ、トリマーの髪の毛が大事だから、髪の毛ちゃんとしたらカスちゃんっぽくなるはずなんよ。だってカスちゃんのメイクをしたから。これちょっと前髪ちゃんとしたらカスちゃんっぽいよ。いいよいいよいいよ。シルエットがこれもうカスちゃんだもんな。いくよ。小綺麗なドブス。